やらなければいけないことはですね、はい、ここてれん、はい、ホワイトボード見てください。はい、はい、はい、見てます見てます、はい、目標1、超常現象を起こすゴーストの種類を特定してください。はい、1が絶対です。で、2から4はサブタスクみたいな感じで、お化けの種類によって、例えばオーブってわかる、もやってするさ、なんか映像とか、白い玉みたいな、そうそう、白い玉みたいなあるじゃないですか。あれを出すやつ出さないやつ、指紋をつけるやつつけないやつ、お化けがいる部屋の温度が下がるやつ下がらないやつみたいな感じで、あの J を押してください。 J、 ちょっとなんかあの、うん、本が出てくると思うんですけど、うん、証拠ってタブを押すと、うん、EMF レベル5、ドッツプロジェクター、指紋、ゴーストオブ、スピリットボックス、ゴーストライティング、氷点下の温度ってあると思うんですよ。はい、でここの中のどれかを、はい、まあ、なんかクリックしてみると、なんかあー減る、このそうそうそう、その現象を起こすやつの種類が特定こう減ってくんですね。でこれでだいたい3つぐらいの証拠を集めると、だいたい1匹に絞れる、うん、ので、うん、今回このプリズンに住んでるお化けはどの種類なのかなっていうのを特定するのがこのゲームです、うん、まずは、お化けがいる部屋を特定しなきゃいけません。お化けなんかこう巣窟にしてる部屋が絶対どこかにあって、うん、そこがメインで超常現象が起きるので、うん、お化けがいる部屋を全員で特定しに行きます、うん。で、ゴーストの名前を呼んだりとか、どこにいますかとか言うと扉が開いたり電気が消えたりするので、うん、まず最初に行くことは、お化けの部屋を探すこと、うん、来た、あ、来た、このゴーストは集団にも反応を起こすらしい。初めてだ。じゃあ一人でスミス、キャロルスミスで動けるね。そうだね。でサブミッションはメンバーがゴーストによる超常現象の発を発まあ余裕じゃん。目撃、ゴースト半島回避、オッケー、じゃあ行きましょう。よし、行きましょう。キャロルスミス、スミス、キャロルスミス、またスミス、レッツゴー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 、走れ走れ走れ、オッケー、行け行け行け、2分しかないぞ。走られへんねんけど俺、走れた。で、ブレーカーを上げなきゃいけないんで、まず下行きましょう、地下。あ、これか、うん、ちょっと足元見てもらって、コックリさんだっけ。あ、骨あるよ、骨。あ、骨持って帰るとお金になるよ。よし、上がりまーす。はーい、まあ、鍵拾ったけど2階行きましょう。鍵、はい、鍵拾った。ユーマー、鍵2階ない。あ、飛び方、びっくりした。もうすでびっくりしたんだけど今。誰ユーマー、本名呼ばれたんだけど俺。マジ、ユーマー、もう本当に怒るよ。マジで震えるわ。本当に怒るよ。あ、ここかも。ここここここ。ガタ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 。どこどこどこ？子供部屋をおじさんです、今回も。また子供部屋おじさん。赤ちゃん部屋やん、もう。赤ちゃん部屋おじさんやん。赤ちゃん。カメラ持ってきます。あ、でもこれ入り口近いね。あ、近いからダッシュで帰れるよ、これ。ね、ダンダッシュで行きます、私。一緒に死のうぜ。一緒に死のうぜ、死ぬときは。仲良し。うわ、なんか聞こえたぞ、俺今。ね、すごい音、すごい音聞こえた今。待って、なんか私、あ、待って、キーボードの電源切れた。あ、やべ、ちょっと待って。あ、よっしゃ、初詣帰ろう、初詣帰ろう、初詣帰ろう、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 初詣帰ろう。やばいよ、あ、閉めろ、閉めろ、閉めろ。リアルハプニング起きるよ。ちょっと待ってって。えぇ、自分なくなったって。おりて帰ろう。スミース、スミース、スミース、アピールしてください、アピールしてください、アピールしてください、スミース、スミース、スミース。ユーマレベル1です。ユーマ、ユーマって呼んだ誰か、誰、誰、俺の本名呼んだの誰。ユーマ、ユーマだけど、やめて、俺ルーサの本名で呼ぶよ。あー、取り残された。お願い、取り残された。オッケーオッケーオッケー、キーボード、キーボードつきました。帰ってきてください。あの、お願いします。置かないぞカメラ、お前ら。すいません、ごめんなさい。よし、まずはカメラを見ましょう。キーボード落ちた瞬間、全力で幽霊言うて。友達やめるところだったわ。あ、なんか浮いた。ゴーストオブ飛んだ。ゴーストオブ飛んでますね。飛んでますね。で、温度は、リフォートが言ってないんだよね。低いだけ。低い。マイナスにはなってないです。はい。スピリットボックスでお返事聞いてもらわなきゃいけないので。で、これなんか、リスナー曰く、うん、扉閉めてその部屋に一人じゃないと反応してくんないらしいんですよ。え、スピリットボックスが？このお話しするやつね。あ、なるほどね。やって、これもまだジャイアン持ってないよね。あ、今なんか映った。何？なんか人影が映ったよね。走り去った？走り去った。じゃあ、ということは、あとはゴーストライティング見に行こうよ、4人みんなで。まずは。
これで絞れる気がする、ね、これで指紋とかついてたら結構ラッキーと。ワクチンやな。見まーす。あ、もう閉まってるから。これ指紋ついてたりしない？指紋ね、なさあれ本がない。どこにいますか？ あるあるある。何歳ですか？指紋ないね。なんかなった。 EMF 鳴ってるね。 EMF のレベルなんぼ？何歳ですか？あ、レベル2だった。喋った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 。ジャイアンじゃないの？いや、俺じゃない俺じゃない。入ってみるか。これあんなリアルな声出せない。 EMF 何レベルだった？2だった。2か。じゃあ EMF レベルを5を消してばいい。返事来たけど今。返事来たよね、なんか。あう、赤ちゃんじゃん。ダソクさんもしかして。なぜダソクさんがいんねん、ここに。ダソクさんか。ダソクさんか。EMF レベル5をもう消せばいいんでしょ、これで。そう、消して。で、指紋がまだ分からんねんな。スピリットボックス反応と思うけど、何歳ですかって言って、あうって言われたから。ダソクちゃん。妖怪ダソクかもしれん、これ。いや、なんかドッツオーブスピリットボックスで出るの妖怪なんですよ、うん、じゃあ妖怪だな。あうって言ったよね。じゃあ妖怪だな。妖怪やな。じゃあ妖怪で入りますか。妖怪打足。妖怪打足さん。独身妖怪打足。独身妖怪。僕に違う。大独身妖怪。やめろよ。やめてあげなよ。なんで子供部屋。イエーイ。打足打足のお化けが住みついてた。そこ簡単だったな。行きましょう。はい、マスター、中段には反応するらしい。パトリシアや、パトリシア・ロビンソン。あ、すごい、見て見て見て、オタク。あ、オタクやん、オタクや。本当だ。声かけてみた方がいい？うん、かけていいよ。まあ、死ぬの多分ジャイアンかもしれないけど。これでジャイアンじゃない人死んだ時一番悲しいよな。あ、でも温度下がってきてる。あ、来た、レベル、レベル4。あ、レベル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 、あいつ死んだわ。あ、ジャイアン死んだわ、あいつ。あいつ絶対死んだ。でもレベル4だったよ。あれ閉まってる。電気消す、電気消す、電気消す。これどうやって、どうやって、どうやって取ればいいの。電気消す。はい、そう隠れろ、隠れろ。いや、もう、あいつは死んだ、あいつは死んだぞ。あれってない。あ、死んだよ、なんか倒れてるやついる。え、あ、死んでは。ひどくない。ジャイアン、ジャイアン死んじゃった。なんで守ってくんなかったの？俺なんかパンチしたよ俺とか。私もなんか逃げろって言ってた。なんか私今車線通した。今ポータル焚いたんだけど。ダメだった。え、バック撃とかもやったけどな。レベル4だった。ボーム焚いたしね。なんならじゃあやっぱスピリットボックスが反応するかしないかで決まる。強点下はいかんかった。いかんかった。これ超えしたいよ。いいじゃん。え、じゃあ妖怪かバンシーだよ、うん、そうそう。だから、まあ、指紋は質問もね、ない。ないんだったらもう妖怪じゃねっていう。ダイヤの死体見に行きますか、一回。ダイヤの死体見て、指紋なかったら。指紋なかったら、バンシーで確定だよ。すごい、だいぶ妖怪。情けない死に方してるね。マジか。あ、指紋あるかも。逃げも隠れもせずに。質問ないですね。あ、でもまた来るかも、これ。呼んでみてよ。スミス。待って、これまずいかも。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 電気消せ、電気消せ、電気消せ。これまずい。ハントモード入ってる。これ逃げれない。俺だけ助かる。後ろ来てる、後ろ来てる、後ろ来てる。やばい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 。呼んじゃったって。私カメラ撮ったろ。あ、これ私死ぬかも。ごめんなさい。カメラ撮ったよ俺。あどこ。また。あ、出れる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 出れた。出よ。危ない危ない。危ないな。危ないところだったんめ。僕たちもう帰らない。帰ろっか。初めさんいるこれ。いるいるいる。死んだ。でもさ、指紋なかったよね。なかったなかった。これ初めさん。まあほぼ妖怪ってことなんですけど。いや、わかんない。指紋あるかもしれん。マジで。私の死体の指紋見に行かないとやっぱり。指紋誰が持ってるの。指紋ってやつ。指紋私の死体のとこにあるよ。オッケー、任せろ。私が落としてるはず多分。死体、シャツベどこだ。これか。これだ。あ、待って、懐中電灯しか落としてないかも。あ、いや、落としてるわ。あるある。これだね。あ、3つまでしか持てないアイテムは。あ、トヨタ。トヨタが中に入ってない。指紋はちょっと見えないよね。しまった、しまった、しまった、しまった。え、しまった。奥見ててみ。しまった、うん、しまった。僕は助かりますね。しまったよ。さようなら。ど
ハントモード入ってますね。どうしよう。無理、ちょっと待って、開けてお願い。ちょっと待って、開けて。大丈夫、あいつ迷子、あいつ迷子になってる。あ、出てきた、出てきた。皆さん、皆さん、隠れて、隠れて。テントの中入って。ヘイ、スミス！あああ、死んだ。逃げろ、助けて。あ、スミスじゃないわ、ロビンソンだった。俺スミスって言った、名前間違えたから殺された。スミス叫びしとるよね。ロビンソンって叫んで、もっと入らなかったのこれ。ちょっと中に入んないといけない。ロビンソン、もうちょい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 前。もうちょい前。俺ら近くにいるから、俺ら近くにいるよ。うん、俺ら近くにいるよ。ベアさんには見えないけど。ロビンソン、返事してください。これ正直マイナスのところ行かないとダメなんじゃない？返事してください。じゃあマイナスのところ行く。ベアさん全然無理。俺らさ、じゃあ行くわ。マイナスのところこうやって一緒に行ってくるわ。私たち俺ら先行ってるよ。みんな見えんのよ。あ、俺らはベアさんが見えるから。俺らはベアさん見えるから。私からはみんなが見えんのよ。どんどん俺ら来たら言うわ。来たら言うから、さっきでいいよ。来たら言うわ。うん、答え言ってあげるから。来たら、まやさん早く。ほら着いたよ。初音そうもう着いてる。どんどんダッシュしていいよ。俺まやさんの後ろにいる今。ほんとだ。うん。なんか怖いな、それも。それであ、ボール蹴った。どうした？ボール蹴った。遊んでるよ。ここでロビンソンって。ロビンソン、返事してください。ロビンソン、何ベサ動かんくなったって。ベサバンシーだし、バンシー間違ってたし、妖怪じゃなかったじゃん。ベサ生きてる？ベサ、待って、ベサいなくなった。ベサいなくなっちゃった。ベサ死んだ。ベサいなくなったんだけど。ベサいなくなったんだけど。ベサ投げ捨てた。投げ捨てた。ベサ多分イヤホン外してるまである。ベサ、ベちゃん平気かな。死んだ。ベサ大丈夫か。ちょっかしした。リアルで死んじゃったのかな。大丈夫。終わった。